はい、皆さんおはこんばんちは、ゆっくりヨウムです。不難だよ。さあ最近やっと落ち着いてきましたね。っていうか大地からかかりこ村に着いただけで最近死んでないとか言われた時はどうもこうも。物足りないよね。ちげえよ。まあ、何やらここら辺に妖精の泉的なものがあるらしいです。おう、ほらほら。大妖精もあれなのかな？ゼルダ無双クオリティですかね。絶景マニアだって。絶景っていうか、想像を絶するものが中から出てきそうな気はしますけど。よーし、おじいちゃんに案内してもらいます。さあ、おじいちゃん早く。って、ついてきてる？ちょっとおじいちゃん、そこで休憩してる場合じゃないですよ。大変ですね。大妖精の泉だって。逆にいつも来てるなら対策しなさいよ、おじいちゃん。まあ、おじいちゃんがここで休むと言ってるので仕方ありませんね。先に進みます。あれ、なんかいるよ。え？なんだあれ？待て待てー。消えた。見間違い？いや、見間違いじゃない。はず、なんでしょ、ポケモンのシェイミを青白く光らせたような。次見つけたらやで行ってみようよ。そうします。って、なんかそれっぽいような、そうじゃないような。妖精が周りにいるから本物かな？なんかトゲトゲしいけど。そうなんですよ。はい。仕方ないですね。なんかちょうだい。これこれ、なんでも物せがめばいいってもんじゃありません。ルピーで力を失う？お賽銭お賽銭。なんか詐欺の匂いがするんですけど。で、100ルピーって、こりゃまた結構な。うわあ、中身出てきたあ。めちゃくちゃでかいね、中身の人。これは人なのか、ムジュラの仮面のトイレにいた髪くれ男みたいです。とまあ今私持ち合わせてません。で、100ルピー払うの？まあ払うだけ払ってみます。はい、魔物の素材やら料理やら、適当なものを売ってルピー調達してきました。しかし声低いね。手の感じから男ではないと思うんですけど。なんかほんと。持ってるんだろ、さっさとよこせ。ほんとにカツアゲ食らってるかのようです。む。大丈夫かな？大丈夫大丈夫。本当に、放送できますかねこれ。見たくないような見たいような。なんか怪しい霧出てるけど。ほんとそれです。さあ来るぞ、来るぞ来るぞ。覚悟はいいか？一応、いつもとは違うね。いや、なんで逆にわざわざ同じ路線で完璧リニューアルしたんですかね。数年前の私なら履いてましたね。実際履いてたしね。多少こういうのに免疫ついたのかもしれません。でしゃばってあんた。大妖精の泉より外の方がいいんだね。確かに。しかし本物そうでよかったです。本物なら100ルピーぐらいは安いものですね。お？服を強くするって？防御力とか上がるんですかね？なるほど。せっかくですしやってもらいましょう。ハイリアのズボンだけ。まあ素材も、豚野郎の角だけですし、やってもらいます。防御力2つ上がるのも結構大きいしね。はい、お願いしまーす。どうやってパワーアップするんだろ？吐息ですかね。大丈夫、臭くなかったです。よかったね。ズボン強化。しかしこの大妖精、神々のトライフォースかなんかに似ているような。いや、似てないです。回復も強化してもらったし、うつしへのところに向かおうかなと思ってるんですが。ここ？はい、明らかハイラル城なので、その目の前に行けばいいかなと、ひたすら走ってます。左に塔があるけど。塔に登ってマップ用意した方がいいかな。まあいいや、とりあえずあのまがまがしい城に向かって走ります。そしてしかし、ラスボスの目の前だからか、敵の攻撃が激しいです。さっき左にガーディアンいたしね。そうそう、槍は拾えないならいいや。さあだいぶ城の前まで来たと思うんですけど、思い出の場所はまだかな？あ、ヨウム来た、チャンスが来たよ。うるさい、とりあえずこの木の陰に隠れます。今のでいけるかな？はい、右手にもガーディアン。これはひどい、ガーディアンだらけじゃないですか。って見つかったよーし、これは完璧。見事に死ねるよ。もう隠れるところはありません。ワープワープ。今の私にはワープ回避ができるのです。ただ。ただ今の道のりが全く無意味になりました。仕方ないね。思い出巡りは一旦終わりにしましょう。レベルが高い気がします。とりあえず一番近い、ここの神獣を解放することにしましょう。はい。こっから転落死するの？しねえよ。だいたいパラセールもらって早々落ちるわけねえだろ。とりあえず、祠がそこに見えますので、そこのワープやらアカシやらを確保することにします。
ジャブジャブして気持ち悪い。降りるとそこは沼でした。まあさっさと祠に向かいましょう。ってうん。なんかいるね。トカゲ？あ、もしかしてリザルフォスかな？量産型トカゲだ。よーし、とりあえずこの木の陰に隠れて、ってあれ？見つかった。よーうわ、なにこいつ気持ち悪。ぬるぬるしてきたよ、ぬるぬる。やめろ、ぬっとりこっち来んな。これは、今までの量産型トカゲとは違うみたいですね。剣とか盾とか持ってないしね。むう。気持ち悪い。まだどんな子ごは。むう。どこざいな攻撃を。もうベロとか沼とかでベトベトだよ、ヨウム。くっそくらえ。ほらあらお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 ら。ガトーの槍攻撃やでー。もう。おお、かなりのダメージ。まだいける。これこれこれ。よーし、私の勝利。ってこれ本当にトカゲなの？カエルみたいな舌してたし。でもリザルフォス。あんななりでトカゲなんでしょうか。しかし槍は盾こそ構えられないものの、リーチと連射がよって攻撃力抜群ですね。動きこそ気持ち悪いですが、爆弾で吹っ飛ばし、その節にラッシュを叩き込む。お？リザルスピアゲート。とまあ、この基本戦法が使えるのでまあ大丈夫です。動きは気持ち悪いですが。もういないの？はい、おそらくさっきの2匹ぐらいだと思います。はい、認証。沈んだ、救えて。何が沈んでるんだろ。先は行き止まり。周りには特に何もなさそうです。弾は沈んでるっていうか、浮かんでます。その弾マグネキャッチできないの？できそうですね。どれどれ、あそこのスペースに置いたらいいのかな？うんうん、そのようですね。さあ、いよいよマグネキャッチ。うん？奥になんかもう一つあったね。とりあえず操作して、このお皿中に入れたらいいのかな？どれどれ。何もなし。あ、そっかそっか。このお皿をちょうど、ほんとお皿にして、ボールをあそこに入れればいいんですよねー。おー、うまいうまい。よーし、そしてちゃんと入れて。なかなかうまく入れられない。もうお皿ごとぶち込めば？それいいですね。でおー、いけそう。よし、オッケー。はい、そしてあと二つのボールも。あれ？はい、次の部屋も、さっきの部屋でお世話になったお皿を持ち込んで上に運べばOKです。あれ、そこ屋根か何か歩くない？確かに、ここ登れないですよね。水の中にスイッチらしきものがありますから、中のボールをそーっと取り出して。置いたらそのままスイッチをしてくれるかな？特に期待してませんが、やるだけやってみましょう。お。オッケー。二つのスイッチを両方起動。お、水が引いていく。まだ謎解きあるのかな？と思ったらもう終わりでした。まあよかったね。よし、明かしください。さあ、無事祠制覇したのですが。ガーディアンがいるね。あいつここにもいるんですか。ここも大して障害物がないですし、見つかりたくないですね。どうしたの？なんかある。っていうか誰かいる。あ、ゾーラ族だ。どうもどうも、はじめまして。リンク全然気づいてないね。まあ頭しか見えてませんし。ということは、私向かっていたのはゾーラ族のところなんですかね。あ、かわいい。女の子は赤色なのかな？彼女によるとヒレがないとハイリア人みたいです。しかしゾーラ族、下手なハイリア人よりよっぽど綺麗ですね。別にわざわざ言わなくてもいいのに。ガーディアンがいる方向。へえ、とりあえずシーカータワーに向かえってことですかね。こらこら。でも、一大事に水遊びしてたんですね、彼女。本当に一大事なのかな？とりあえず指導王子に会えばいいらしいです。ちょっとお姉さん、もう少しお話ししませんか？いや、それはいいです。自分から話しかけてきたのに。しかし遠まで遠いですね。って危ない。なんかめちゃくちゃ陣張ってるね、魔獣。芸能な豚のくせになかなかやりますね。どうしましょ。お？何かある？頭上に大岩が。ほんとだ。こういう手強い敵には、何かしらの救済策があるんですよ。しかし、どうやって頭上の岩を下に落とそうかな。ビタロック届く？さすがに届かなさそうです。っていいこと思いついた。これ、爆弾や。これを岩にぶつけて、その衝撃で魔獣の将棋倒しの完成です。なるほど。よーし、豚の頭上に落ちるように、いってなん、だと？全然ダメじゃん。いやいやいや、私の作戦完璧でしょ？ってくっそー。ああ、見つかっちゃった。くっそ、あの豚野郎。ってなになになに？なんか光ったぞあいつ。お、あの豚魔法使うのかな？なんだと？あの下船な豚にそんな高度なことできるの？ここはとりあえず避難避難。っていうか、この崖登ったら普通に上行けそうですね。はい、見事奴の頭上に行くことができました。めちゃくちゃあっさり行けたね。そうです、今作のリンクさんはロッククライミングの天才。わざわざ道を通る必要がないんですよ。
さあ忍び役も飲んで静かさがアップしている中、隠密ロッククライムで奴に不意打ちかましてやります。いけるかな。ここは焦らず、じっくり下に。おー、やったー、死ぬぞヨウム。黙れ。あーはっき、ギリギリ助かった。てかあの豚もう見失ってるよ。やっぱり低能な豚ですね。でもこいつの処理をどうしようか。武器の投げ捨て攻撃でどれぐらい削れるだろう。それ微妙。もう一度。ちょっと楽しませてもらいましたが、結局無視しました。あれは不毛だったね。そして山を登り塔も目の前。いい景色です。くっ、もう少し頑張れ。よいしょー。はぁ、はぁ、塔に登るたびこんな必死になるの嫌ですよ。もう、あ、もう一人ゾーラがいるよ。あなたも下に降りれなくなったパターンですか。すみません。小生だって。珍しいですね。それにしても面白い人ですこのゾーラ。ヨウムが初めてシーカータワー登ってからずっとここにいるみたいよ。これはこれは災難ですね。よでも近くに指導士がいるんだよね。それじゃあ次回から会いに行きますか。ご視聴ありがとうございました。次回もゆっくりしていってね。よし、それじゃあ認証っと。